還暦といえば、フットさんとウォースパイトさんの護衛と対戦作戦ですね。まあ、いろんな海に行っていろんな戦いに参加して、ちょっとだけ経験が多いってところかな。というわけで、戦いでも何でもイカルスにお任せくださいね指揮官、こんにちはロイヤルアイクラス駆逐艦のイカルスです。 護衛作戦、対戦作戦が得意です。これからよろしくお願いしますね。指揮官、今来ました <laughs> 資料は机の上です。お茶もすぐにお持ちしますので、お仕事始めててくださいね。今度、指揮官が着る服に、明日の献立は、あ、指揮官、いつ来ました <laughs> 何でもありませんよ。いつもの準備です。指揮官、出かける前に声をかけてください。傘でもコートでも何でも用意しますよ。エスキも構って欲しそうな顔をしていますね。指揮官はお仕事に集中してください。あの子は私が何とかしてみます。あ <laughs>、そうです。アバークロンミーちゃんを呼びましょう。 駆逐艦だとやっぱり限界がありますね。もっとこう、大口径砲とか、巨雷とか、ガンガン詰めれば。あ今のは独り言です気にしないでください私に任せたいことはありますかこ、こういうのはですね。新しい任務です気を引き締めましょう 任務が完了しました。指揮官、よかったですね。新しいメールを整理しました。持ってきてもいいですかお帰りなさい、指揮官。出撃の間に部屋を片付けておきましたよ。あ、褒めていただくなんてとんでもありません。全然大したことしてないですよ。指揮官。 委託組のみんなを私が代わりに出迎えに行ってきてもいいですかうーん。これで火力増し増しじゃなくてもっと指揮官のお役に立てられますね。よし。次は全弾発射ですね。勝ちました。指揮官のおかげです。巨来戦車をもう一回行えて。 装填完了っと。魚雷はまだですか。ちょっとなら持ちこたえられます。このままでは指揮官をそばで見守り続けたいと思ってるのはイカルスだけになっちゃいそうですね。指揮官と母校の仲間たちはイカルスが守るべき存在です。みんなを傷つける敵は火力全開でパーッとぶっ倒すべし。 ですよ指揮官は最近頑張りすぎではありません休むときはちゃんと休んでくださいね太陽まで飛ぼうとしても翼が解けたら落ちちゃいますよお何を言っていましたの私うーん指揮官のそばにいると指揮官の代わりに 何でもしてあげたくなるんですよね。もしかしてイカルス、指揮官から離れられなくなったりして。君という太陽は、そこにいるだけで暖かく感じる。君という太陽は、近づこうとすると、飲み込まれるのではないかと怖くなる。<laughs> 指揮官、もう少し、 近くに寄っても大丈夫ですか私が指揮官から離れないように、指揮官も私から離れなくなりましたね。嬉しいです。これからも、いろいろと、お願いしますね。フットさん、今回はしっかりお守りします。またご一緒になりましたね。